大丈夫それ。え投げる、ちゃんといける？何がちゃんとできる？キャッチボール。うわ、うん、まっすぐ回転させてください。来ました、キャッチボールコートです。お、めっちゃまっすぐだった今。何が違うの？パコン。まっすぐなってきました。俺野球できんじゃねえ、もしかしたら。運動神経いい説あるよね、お前ね。いや、サッカーは得意だな。足遅いからね。ああ足遅いから運動神経やつに足遅いやついないの。俺と一緒だからほとんど。楽しいキャッチボール。涼しいから、うん、で上さん投げてみて。あかっこいいな髪型が。そうなんすよ、おっとおっと癖強い。そうなんすよ、俺イケメンになっちゃったっす。マジか。危ねえ危ねえ危ねえ嘘だろ。ライスショーマン覗かねえ。まあまあまあまだだよね。たまやば。完璧。たまうまえ、これグローブってさ痛いよ、グローブでも。うん、変なところで撮ったら。あ、変なところで撮ってんの。ちょ、これ撮りづらいわ、ね、これキャッチャーミットでしょ、これ撮りづらいでしょ。もし早い球投げてよ、早い球。嘘だ、一回も撮れてんだけど、まだ一回も撮れてないよ、やばい。それ本気？え？それ本気？本気。一回も取れてない、ちゃんと。待って。よっしゃ。本気弱。弱。ナイス。本気弱。ナイスナイスストップ。いや本気本気。正面。勝ち決め。勝ち決め。お前は将来泣かれるな、子供に。お前はさつきはまだキャッチボールできるけど。え、お前子供に将来何やらせんの。卓球。引退だろ、お前の息子も。絶対取れるでしょ。やったぜ。あ、じゃあこれで分かるんじゃない、経験者と初心者の違い。この大輝さんのゴミみたいなグローブ。これほんと小学校の時使ってたらしいからね。あーこれは危険だな。おいよ、取りやすい。これもう取れるんですよね。いいよ。あっ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 、最低だね。最低高すぎない。でも雰囲気はあんだよな、ずっとねえよ。じゃあ雰囲気作って、京平。ヘラヘラすんなよ。見た、聞いた今の音、音音聞いた。パーンってパーンって。次勝負投げたら俺160キロ投げる。怖っ。あ、終わった、終わった。あ、いやいや、160だ。いっちゃいますか。やばいです。やばいです。
乗れよ。おお乗りました。俺のツーシームいける？ツーシームいける。うお、きつい。キャッチングいいな。お、いいね。完璧、ストライク送球。キャッチング丸の恭平さんでした。いいよ。カッコつけんのうっせえ、それ。ちょちょ、それ。お前、遠投20もない。で、ラストカーブで。来た。お、いけるね。いけるね。お、曲がった。こっからでも曲がるわ。投げ方がもうなんか…こんな感じこの映像見てお前絶句するよ多分。グラブ出す。イエーイ、イエーイ。やばい、やばい。変なのいるわ。何お前犬なの。動いたらやばくね。うお。おお、やばいやばいやばい。あ、ここ届けて届けて。え、こいつやばい。遠投10。遠投10。下だけど合わないじゃん。やばいよ、やばいよ。ドッジボール。ドッジボール形式やるやついる？これ、コウ取るやついる。死にそうで。めっちゃ汗かいてんじゃん、お前。ここに。人の。あれだ。リボンさんのピンクグローブが。ああ、じゃあいいわ。お前ら目をつぶれ。出たー、わてとろー。このサブの入り、目をつぶれ、早く早く目をつぶれ。いいから指導も言わず目をつぶれ。4人飽きた。うるせえ、目をつぶれ。いつもこのメンツ4人だけじゃない今回は。じゃあつぶるわ。お、じゃあつぶる、じゃあつぶる。4人じゃないだろ。お、素直だ。口を開けて待機せよ。いやー、怖いね。やだ、口を開けて待機せよ。やだわ、怖っ。コーヒー飲んだ直後ね、口つらいけど大丈夫。大丈夫です。はい、そのまま口を開けて待機せよ。マジ怖い、これ絶対なんか入れられるよ。やー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 、あーもうやばい。正義だ、正義だ、正義だ。大気を目隠しの正義が一番怖い。もう何が出るか分からない。大気怖い、大気怖い、大気怖い、大気怖い。何もう怖い怖い怖い。でも本当に怖いから。いや、いつは開けない。ずっと開けてすよ。まだまだずっと開けてすよ。はい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 。絶対イナゴだよ、イナゴ。ああ、はいはいはい。ああ、待って、ああ、なんかやめてあげてください。てれーてれー。なになになに、え、何これ。え、 EC のユニフォームが来ました。ああ、え、え、恭平、俺名前付きのユニフォーム。え、俺ら、俺らはあるの。それで皆さん、皆さんこっちに番号見せてください、ちゃんと。そうですね。はい、番号。恭平が72。おお。はい。なんですよ。これ、あのマカオの時に指名した番号。なんでそんな下が関係してるの、お前ら。いい加減にして。で、タツさんが。これ何のゼロ？ゼロ。かっこいい。これ何のゼロ？なんでゼロ？え、いや一番かっけえから。はい、ということでこれ新しいね、SCBC のユニフォームなんです。おーい、ロゴもデザインがね、色々凝ってあります。赤ラインとかね、ここのオレンジ、ネイビーとね、赤のライン。そう、東京なんです。で、東京、東京入ってます。で、背番号入りということで、ネームも入っています。いや、いいね。で、これあのね、やっぱ SCBC おしゃれなチームなんで、かっこいいをモットーにしてますんで、私服でも着れるようなデザインになってるわけです。素晴らしい。そうよね。もうなんか強兵前開けてくれればもう普通にイケてる私服みたいな感じで。いいね、いいよ、いいよ。なんかスポーツバーとかで飲んでたことある。
声かっこいい、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 うえぇ、あの人強兵って言うんだってなる。かっこつけるときしゃくれるだよね。まあ、一応ね、メンバー野球やってないチームもユニフォーム作成して、はい、たまに試合出てもらいますので、いや素晴らしい、はい、これからちゃんと聞いてもらいます。はい、いいね。SCBC の、ユニフォームも完成しましたので ABC の概要欄から飛んでみてください。お願いします。チャンネル登録よろしく。よろしく。